ポケモンやってます。私もやってることはやってるんですけど、たまにね出た時にちょっと動かすような感じですね。今私はねレベル14ですね。ちょっと見てみましょうか。ポケモンねそんなに私は世代ではないんでよく分かってなくてね、まあ知ってるのってニャースとピカチュウぐらいなんですよね。見てみましょうか。ポケモン、はい。で並び順をねなんか CP 順にしてます。一番強いのが何だろう、カギロス違った、はい、合うかな。こんな感じですね。うちのなんか上位はこういうのを占めてます。はい、全然ねポッポかな、ポッポを進化させて500ね経験値もらえるっていうやつをちょっとしたりとか、まあちょっとたまにねお交代でなんか不思議卵でしたっけ、まあそういうのをねちょっと駆使しつつ取ったりしてるんですけど、まあねいかんせんそんなねあちこち私行こうじゃないんで、まああれですね、そのちょっと出かけて時間があるときにパパってちょっとやる程度なんで、まだまだ弱い感じですね。でこの前ねニャースが出たんですよ。そしたらね逃げられちゃって、あの青いスーパーボールでしたっけ、あれも使ったんですけど、本当ね逃げられると辛いですよね。なんかレベルが上がるとどんどんなんか逃げられること多くないですか。で CP がね低いやつだったらもう一発でパッて入ってくれるけど、その初めてのやつとか高いやつに限ってねなんか入れても出たりとかね、まあもしよかったらねあのこれ見てらっしゃる方の方が結構やられてる方も多いと思うんですよね。なんでまあよかったらねコツとかコメントなんて他人任せなんですけど教えていただけるとありがたいかなと思います。まだねジムとかも行ったことなくて、ホビーショップフロンティアさんのシューティングレンジのちょうどそのあたりがねジムになってるんですよね。なので山中社長とかがなんかあそこで人がなんか溜まってるんだよみたいな話をされてたんですけど、まあもしねフロンティアさん行ってシューティングレンジ2号店さんじゃなくて本店の近くにあるんですけど、もし寄る機会があったらね、いずれかはねそこのジムにねあの私のねモンスターを置きたいなっていうねちょっと野望があるんですけど、いかんせんねすごいですね、強いですね。なんか僕が行った時シャワーズかなんかかな、もう大体そういうところジムに置いてあるやつってもう1000超えとかねそういうのばっかりじゃないですか。私そういうの持ってないんで、まあ多分ねこれからもどんどん僕がそれぐらい追いついた時にはもっとねすごいのがいっぱい置かれるんだろうなと思うとね、まあなかなかそういうところでね活躍できないんですけど、まあ私の夢としてはまあフロンティアさんのシューティングレンジのジムに私のポケモンねキャラクターを置くっていうことでね、まあ時間を見つつね頑張りたいと思います。ということで、まあ、ただのねポケモンの雑談でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。